アされました。ネイマールなら十分に狙える距離ですね。ホームのサポーターが怒っていますね。福西さん、ゴール、直接狙ってきた。ネイマールが鮮やかにネットを揺らしました。いやー、鮮やかなフリーキックでしたね。壁を越したあたりからポストの内側に向けて軌道が変わっていきます。これはキーパーもノーチャンスでしょう。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。